こんにちはいつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます波動コンサルタントの桑野正則です、えー、今日の波動チャンネルは注意波動を知るとやってしまいがちな波動が下がる行為というね注意、えー、波動を知るとやってしまいがちな波動が下がる行為というそんなお話を、えー、お伝えしてきます、えー、ね、えー、このね波動チャンネルご覧いただいている方は波動っていうのを結構学んでいただいていると思いますで。 自分の現実をより良くしようと思って、えー、波動のことをね学んで取り組まれてると思うんですけれども、えー、波動のことを波動を高くして、えー、より幸せで豊かな現実にアクセスしようと取り,取り組んでる時、えー、起こりがちなことっていうのはあるんですよね。でそれをやってしまうと波動が下がってしまうっていうことがあってね、えー、たびたび僕はあのライブ配信でも ライブ配信とかね僕やってる波動クラブっていうところでもお話し会やったりするんですけどそこでも結構ね、えー、注意したりするんですけれども波動を知るとしてしまいがちな結果波動が下がってしまうせっかくね波動を良くしようとしてるのに結果波動が下がってしまうってことはあります、えー、それを今日はお伝えしていきます。でぜひあのー、やっっててしまってるので、えー、みんな あ僕も通ってきた道ですねやってしまってるので、えー、今日のお話を聞いてショックを受けないでくださいショックを受けない、えー、これを前向きに捉えてね、えー、波動を高くしていくっていう,うところに結びつけていただけると嬉しいなと思います。はい のお話ぜひ参考にしてみてみくださいでこのチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり幸せに豊かに生きたり自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますのでよろしければチャンネル登録いただければと思います。で早速お話に入っていきますが今日は波動を知るとやってしまいがちな波動が下がる行為ということでね。 やっぱ波動は自分の今の波動というものがあって、えー、今の自分の波動は、えー、状態ですね4つの状態体心エネルギー環境それと3つの行動、えー、心偶いっていう身のこなし口癖何を考えてるかこの7つのもので、えー、出来上がるのが波動というものなんですけれどもこの波動をより高くしていくことで、えー、より幸せで豊かな現実というのがあのと共鳴する 自分の波動が低い世界波動が低い時に共鳴する世界よりも波動が高い時に共鳴する世界の方が幸せ度や豊かさ度というのは上がりますのでだから波動を高くしていくことでより幸せにより豊かにそんな現実と共鳴しだすというねなので皆さんもね波動を高くするということを取り組まれていると思うんですけど波動を高くしようと取り組んでいるのにネガティブな こことっっって起こってて起きたりするんでしょううねネガティブなことっていうのは起こりますでえ今日のお話は何かっていうとおこんなことがこんなネガティブ私は波動のことを知ってえよりよくしようとやってきたんですけれどもこんなネガティブなことが起こりましたこれって私の波動が低いっていうことでしょうかっていう質問が結構あるんですよ。YouTube のコメント欄にもあります。 YouTube のライブ配信でもそういうご質問を受けますで僕が毎週オンラインでお清めをするっていう波動クラブっていうのをやってて毎週金曜日にオンラインでお清めしてるんですけれどもそのお清めの後会員の皆さんのお話し会をしてそこでご質問を答えしてるんですけれどもそこでもそういうご質問あるんですよね波動をより良くしようとこんなやってるのにこんなネガティブなことが起きましたこれって波動が低いっていうことでしょうかっていうね で、えー、そうやって怒、えー、ったことに対していちいち自分をジャッジするっていうことをすると波動っってて下がってします、えー、自分をジャッジしたり、えー、自分を監視したりってあんまりなんか自分にとって、えー、自分を信頼してないような感じじゃないですか。 自分を信頼してないっていうような感じなので、えー、信頼してないってことはメンタリティとしてはね、えー、よくないので、えー、なので波動が下がってしまうっていうねで大事なのはどんなに波動が高くてもネガティブなことって起こるんでしょ。 例えばいろんな災害とかね震災とかあったりしますけれどもそういう広範囲に影響を与えるね何か広範囲のことだったら特に、まあ、僕の友人でもねあの何年か前に洪水川の氾濫でね家が流されちゃったっていう、ね、友人いますけれども大学時代のサッカー部の同期ですけどその同期の彼なんか真面目でねすごくいい人でね気のいい性格もいい人でね正義感も強い だから僕もいまだに大好きですけどそんな彼でも震災で家が流されるんですよね洪水でねだからそういう広範囲にわたって何かある時ってその被災された方が全員波動が低いかっていうとそんなことは絶対ないですよね僕の友人のように波動が高い素敵な人もいるしなんか世のため人のために尽力された人だっているし全員が波動低いかっていうとそんなことはなくてネガティブなことは波動が高い人にも起こるんですよ。 だから怒ったことに対してあの時の私は波動が低かったのかなとか一喜一憂するって一番なんか一番というかやっても意味のないことだしそうやって自分をジャッジしてるとなんか自己嫌悪に陥るじゃないですか自己嫌悪に陥るのでだからあんまりする必要もないし。 えー、して自己嫌悪に陥ったらそれ結局波動が下がってしまうのでね、えー、そういうここっっったたととに対しててどうだったっていうだいいいいはあんまりあの考えない方がいいですよね特にネガティブな方には考えないこれはこれって怒、えー、ったことは怒ったことって言ってねあの受け入れるというかねで波動があを高くする術を知っているとそのネガティブなことが起こってもそこから切り替えれるう術があるってことなんです波動を知るっていうことはね。切り替える 術を知ってるっててるなんですだからそれは起こったそれはそうだし、えー、それはネガティブなことでもこのネガティブなことが起こった中にもいろんな現実がありますからね大難になる現実もあれば湘南に変わる現実もあれば無難対難って大きななんて書く。 小いうのは小さなてかで無難になるる現実もあるんです無難というのは難がなくなるなのでえ何の影響もなくなってしまうでさらにその上にピンチがチャンスに変わるという現実もあるんですよね。で、えー、ネガティブなことが起こりましたこれをどう変えていくかあこの現実を踏まえてこの現実に一喜一憂しないんですよこれは起こったことだから起こったことは起こったことでじゃあどうするかっていう時に波動を変えるんですよ。 で波動が下がると自分のことをジャッジして自己嫌悪に陥ると対難の方に行きますからそうではなくて波動を変える波動を変える波動を変えるってやっていけば湘南に変わって無難に変わってチャンスになる情報を見つけてきたりチャンスに変わる人との出会いがあったりとかってするように変わるんですだから怒ったことに一騎打ちし一騎しないあこれが怒ったじゃあ次どうしようなんです。 僕も、えー、の思わしくないことなんて日常の中でいっぱい起こってるんですよいっぱい起こってる、えー、でもじゃあどうしよう でいつも切り替えるよ時にです自分の波動が大事なんですもし波動がね低くなっているんであればあまずは一回高くするっていう体がもうボロボロで疲れてたんであればまず一回、えー、ゆっくりお風呂に入ってゆっくり寝るで休養するっていうことも大事だし、えー、邪気を受けてるんであればあそれをしっかりとお清めするっていうことも大事だしなんかあ環境が乱れてたらそれを整えるってことも大事だし心がやさぐれてなんか怒り とか悲しみとか失望感とか自分へのやるせなさとかいろんなことが心の中で去来してるんであればグルグルワークが大事ですしそういうことをして自分を整えることこの起こったことに一喜一憂するよりもじゃあ次どうしようって切り替えることの方がすごく大事でこれがどっちの世界に行くかの岐路なんです。 どっちの世界波動の高い世界に行くか波動の低い世界に巻き込まれるかその岐路なのでそこを是非ね意識していただくといいなと思います。だから起こった出来事で自分の波動が低いとか自分のどこが悪かったんだろうかとかもうそんなことはどうでも起こったことは起こったこと。 えー、で、えー、知っておいてください、えー、どんなにすごい人でもどんなに波動の高い人でも日常の中で思わしくないことはいっぱい起こってます、えー、思わしくないことはいっぱい起こってるし、えー、ね一見するとねネガティブなことっていうのもいっぱい普通に起こってます、えー、起こってるんだけどおそこにとらわれてないだけなんです そこにとらわれてなくて、えー、次に切り替えるっていう能力を持ってるだけなので、えー、そっちの方に引っ張られないということがね、えー、すごく大事ですしいつもお伝えしているう波動の習慣波動ってこう考えたらいいとかこういうことしたらいいっていうのはその切り替える術なのでね今ここから波動の高い世界にアクセスする方法をお伝えしているので。 過去起こったことを変える方法ではなくて過去今この瞬間も数秒前は過去にどんどんなっていってるじゃないですかその過去に起こったことは全部それは起こるべくして起こったことと思って全然いいのでねここから白紙の未来をどう波動の高いところにアクセスしていくか白紙の未来をどう波動の高いところにアクセスしていくかっていうことに常に常に意識をねしていただくと波動の知識を安き スキルを有効に活用できますのでそういった感じで取り組んでいただくといいかなと思います今日のお話は注意波動を知るとやってしまいがちな波動が下がる行動というね、それは過去起こったことに一喜一憂するということで波動下がってしまいますので切り替えて高い世界にアクセスするし続ける常に切り替える ということを意識していただくといいかなと思いますぜひ参考にしてみてください、えー、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージをお送りしています願望実現のお話や波動のお話やメンタルの話様々ままなメッセージをウィークで毎日お送りしておりますのでよろしければ LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでご登録ください 登録先は概要欄に貼り付けておりますので概要欄チェックしていただいてご登録いただければと思いますそして今日のこの話で感じたこと気づいたことご自身の体験などのあれば対難が湘南に、えー、もしくは無難、えー、もしくはピンチがチャンスに、えー、そういった ことに変わっていたっていうね、そんな経験談とかあればぜひコメント欄に皆さんにシェアをいただければと思います。そして今日のこの話が良かったなと思われた方はチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている方がいればぜひお友達にもシェアをしてあげてください。それではいつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。本日はあおまけのお話なしで以上で終了させていただきます。いつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございます。それでは失礼します。 いつもありがとうございます。<laughs>